はい、もち。どうぞ。はい、どうぞ。日本料理の中で一番美味しいと思いますけど。私の母にも、もシングルなので、直接近い父親がいないので、本当父親代わり。うん。会いたいです。寂しい。寂しい。そう、堀ちゃんまだ仕事やってるかね。お疲れ様でした。寒いから気をつけて。はい、ありがとうございました。はい、おやすみ。大須観音からすぐ近くの駐車場に店を構えるやむやむ。店主は稲垣和美さん、74歳。メニューはラーメンと、あとチャーシュー麺と、でそれに対する大盛りですね。あとお酒ですかね。昔ながらの醤油ラーメンは1杯500円。具材はチャーシュー、メンマに、ナルトに、ネギ。そして大将一番の自慢はチャーシュー麺。およそ30年変わらぬ味です。脂身の少ない肩ロースを半日煮込んだチャーシューは、見た目よりさっぱりとした味わいで、もちろんお酒のあてにも。スープはですね、ほとんど鶏ガラしか使わないんですけど。何が入ってる？白菜とトマトです。お客さんは喜んでくれますか？喜んでいただきますよ。特に子供はね、なんか今こういうラーメン食べたことがないと。今もあの豚骨とかそういうばっかだもんで。ラーメンとチャーシュー麺、メニューは2つだけ。食べ物屋さんはね、やっぱしね、はい、自分が美味しいと思わないとやっぱりお手伝いに出せないですね。いつも中で食べるからね。今週寒いもん。今週寒い。明日ぐらいまで寒いって言ったね。うん、はい、どうぞ。ありがとうございます。お待ちどうさま。はい。そんな忙しいんだ、堀ちゃん。忙しいですね。今はなんだかんだって。いつも今頃忙しいかね。いや、今頃はそんなに忙しくないんですけど、ね、飲んだ後の締めの一杯。昔は深夜まで営業していましたが、今はコロナ禍もあって8時には店じまい。どこも人が少なくなった。やるとないから。夜の大須から人が消えた。でもお昼の営業を始めたら新しい出会いも増えたそう。寒いですけど非日常的なんで、はい、いいですね。やっぱ屋台ラーメンって珍しいですか？珍しいですね。九州はほら博多普通にあるから、あの辺は行ったことあるんですけど、この辺珍しいですよね。めっちゃ食べる。さあ続いてはバイアスロン。美味しいね。競技ですね。参りましょう。私の母にも、もシングルなので、直接近い父親がいないので、なので、もう本当父親代わり、うん。飲食店で働く神田千尋さん。彼女の母も、そして自身もまたシングルマザー。私が仕事で夜いない時とかは、ご飯を食べさせてくれたりとか、うちにおいでって言ってましたけど、うん、もうしてくれますね。あの人のお母さんがね、おばあちゃんがね、うん、昔うちでバイトやったもんで。大将と神田さんの母親とは単なる店主と従業員の仲。それでも父親のいない子供たちに寂しい思いはさせられない。彼女たちの世話役を買って出ました。
結構可愛がってあげてたんですか。まあか、まあ普通ですけど、まあ可愛がった方がね。でも私にとってやっぱりかけがえのない存在。大将の顔が見たい。週に一度は訪れています。はい、またね。ありがとう。昔ながらの味わいは香港仕込み。知り合いのつてをたどり、有名レストランで長年修行を積みました。そうですね、何回ぐらい行ったんですか。15、6回行ったんですかね。10年ぐらいで、はい。その後、大須でお店を開業。店内に笑いがこだまする人気店でした。がしかし、開業しておよそ30年、転機は突然訪れました。いや、最初はね、この年になって立ち退いてどうするんだと思ったんですけどね、でもまあしょうがないし、最初は本当にどうしようかなと思ったんだけど、建物の老朽化に伴う店じまい、こればかりはどうしようもありません。またどっかに店借りるのももう年だし。そこで生活のために屋台ラーメンを開業しました。どうでしょうか。それからもう60年。うん、うまい、うまい。うまいですか。うん、昭和の懐かしい香り漂う屋台ラーメン。訪れるのは日本人だけではありません。はい、まんちゃん。はい、いただきます。ベトナム、中国人、ネパール人、フィリピンの子はだいぶ少なくなったね最近。安くて美味しい。ヤムヤムは留学生にも大人気。美味しい。まんちゃんはチャーシューをいっぱい入れてるんです。チャーシューいっぱい？そう。サービスですか？そうです。油のないと。油のないと。ご家族とかって会えてますか？会いません。3年ぐらい。3年。はい。会いたいですか？そう、会いたいです。寂しい。寂しい。コロナの影響で家族とは離れ離れ。異国での暮らしは寂しいもの。でもここに来ればラーメンの温かい湯気と屋台の明かりがちょっとだけ寂しい時間を忘れさせてくれる。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おやすみ。マンさんにとって大将は数少ないお友達。桜まで。お菓子いただいたんですか。なんかいつもはい、チョコレートかなんかくれる。変なおじさんにと思うと。ラーメンの仕込みの場所を貸してくれるのは目の前のインド料理店。ただで借りてる。助かります。洗い物がね、お湯が出るし。ここは大将のファンというオーナーに無償で調理場を貸してもらっています。こちらで働くネパールから来た留学生。日本料理の中で一番美味しいと思いますけど、他の店にラーメンとかいろいろな食べましたけど、もう最初のラーメンの方がめっちゃ美味しいです。ロさんもいっぱい食べるもんね。デパークもワクワク食べるもんね。日本語の勉強にアルバイト、多忙な彼のために大将は毎日毎日まかないを作ってあげています。この温かな眼差しで屋台は優しい空気に包まれる。まあ自分では大丈夫、8時までは大丈夫かなと思ってるんですけどね。まあなんとか5年ぐらいはやりたいな。
と思ってるんですけど。ごちそうさん、帰る。あ、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。どうも。ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。体気をつけてください。大須の路地裏、昔懐かしい屋台ラーメン、一杯食べれば胃袋も心も満たされる。今日はこれにて閉店です。